私たちは世界中のどんな兵器もかなわないような力を持っています。それは皆さん一人一人の自由な意志、そして道徳的な勇気です。それは世界に敵対している者たちには持ち得ないものです。テロ行為を行い隣人を食い物にする者たちに理解させてやりましょう。アナリストの中にアメリカはすでにソビエトと戦争状態にあると考える者もいます。私たちの中にスパイがいるのでしょうか。テヘランのアメリカ大使館でアメリカ市民52人が人質にされています。匿名の政府高官は冷戦の惨事はすぐに顕在化するだろうと主張しています。大統領、人質事件に関与した者が判明しました。アラシュカリバーとカシムジャバリーです。ごめんよ。今こそ奴らに示してやれ。人質など無意味であると。その警官は信用できるのか。あいつなら大丈夫だ。見逃してくれるだろう。アトラ、ハンズ、協力に感謝する。メイソン、目標には近づけるのか。カシームは部屋にいるが警備が固い。15分ほどなら部下を遠ざけられるだろう。戦力は十分か。問題ない。ハンズ、あんたと組めてよかった。行くぞ。ウッズがしびれを切らしてる。あいつをがっかりさせるんだ。ウッズ、急ぐぞ。カシームがお待ちかねだ。はい、メイソン、バーティーグッズはトランクの中だ。やつはおそらく油断してやがる。クズにしてはただものじゃないが、やつに安全な場所はない。なあ、やつを生かしておく価値なんてあるのか。カシームは情報を持ってる。他は逃がして構わない。ハンズの時間稼ぎは15分じゃ。素早くカシームを捕らえるんだ。行くぞ。新年の挨拶をしてやらないとな。メイソン、攻撃しろ。Thank you.
場はないぞ。話し合おう。出番だ、ミソ。待ってくれ。待て待て待て。俺は金を管理してるだけで、嵐がどこにいるか知らない。お前立場が分かってないのか。お前らアメリカ人なんだろ。法律を守れ。法律など知るか。お前らは人質を取った。待て待て、奴はトルコだ。明日の夜、トラブソン空港で誰かと会う。俺は何も知らないんだ。奴らは暗号でやり取りしていたから。何かの。よし、奴もぞ。じきに全部吐くはずだ。口を割らないなら俺を呼んでくれ。ハドソン、お前にプレゼントを。奴はトルコのトラブソン。カシームは片付きました。嵐を仕留めるまでどのぐらいかかる。チームはトルコに到着しました。まもなく位置につきます。飛行場はすぐそこだ。クソ野郎を探しに行くぞ。事態が悪化する前に嵐を特定しろ。メソン、確認しろ。嵐に違いない。まだ撃つな。しっかり。
っとと人質を解放しておくか。人質、人質なんてどうでもよかった。ヤツの計画は動き出している。今度はもう止められんぞ。誰のことだ。ペルセウスだ。おざくな、ペルセウスは死んだ。死んだ。全くおめでたい連中だ。ペルセウスが西側を焼き尽くす。ハドソンが知りたがる話だ。駐機場の生存者を探し、ラングレーに戻るぞ。ペルセウスってのは何者だ。1943年、マンハッタン計画の情報がロスアラモスから盗まれた。ロシアのスパイ、ペルセウスの死は。1968年、ベトナム戦争では、ペルセウスに指揮されたベトコンの兵士が、アメリカの火力支援基地から核爆弾を盗み出そうとした。そして5日前の任務中、再びペルセウスが動き出したとの情報を得た。西側への攻撃を企んでいる。ペルセウス、CIA の分析官は自由世界にとって最大の脅威とみなしている。ハドソン君、我々は皆ペルセウスを知っている。それが虚像でしかないこともね。私が思うに奴の正体はロシアの都市伝説だ。ヘイグ長官、この件に対処する最適な人材がいます。CIA の諜報部員、ラッセル・アドラーです。ペルセウスを捕らえられる数少ない人物の一人です。アドラー君、なぜそのペルセウスを重要視する必要があるのかね。しなくても結構。ああ、だが市民が大勢死ぬだろうな。なぜそう思う。さあ、ペルセウスはこれまで何度も冷戦の流れを変えてきました。13年沈黙して動き出した。大きなことが起こる。自由世界に影響する何かだ。さあ、大統領。さあ、大統領。大統領、ジェイソン・ハドソンとラッセルは…ああ、知っているよ。任務を承認したのはこの私だ。脅威は事実か。そう確信しています。ペルセウスを止められるかね。もちろん、チームの挑発も申請済みです。さあ、彼らの要求はほぼ違法です。これがマスコミに漏れでもしたら。おい、何を言ってるんだ。俺たちを誰だと。俺たちの任務は全て違法だ。ウッズ軍曹、もっともらしい反証を上げるのが我々の仕事なんだ。ある。自由世界で暮らす人々への攻撃を防がねばならないんだ。アドラー君が望むものを与えてやれ。諸君、これは重要な任務だ。我々の暮らしを巨大な悪から守ってくれ。これほど大事な務めはないし、これに勝る名誉もない。君たちの奮闘を知る者は少ないが、世界中がその恩恵を受けることになるだろう。君たちに期待している。